エルス・エーニョがサンドバル捜査官の自白を録音したものを聞かせたいそうよ。罠だろうけど、無視するわけにはいかない。エーニョは言ってた。細心の注意を払え。何が待ち受けてるかわからない。反乱軍が後で取りに来れるように物資に目印をつけておこう。たとえユイとポリトが拷問を今やめたとしても、確実にお前は死ぬ。ああ、分かってる。真実はすでに知っている。私が知りたいのは理由だ。教えてくれ、ニッキー。そうすれば痛みから解放してやろう。いいだろう、ボス。今俺が白状したところで何もかも手遅れだが、プロとしての礼儀ってやつだ。看護ダウン。俺がラパスの大使館を爆破した。お前がラパスのアメリカ大使館を爆破した。そうだ。ドローン展開。何も見えない。ドローンがジャミングされてる。手伝ったな。主犯は俺だ。なぜ自国の大使館を爆破した？ああ、するしかなかった。上の連中が俺をボリビアから撤退させようとしてた。誰もお前らがここでやってることに興味を示さなかった。¿Cuántos son? ¿Los alcanzas a contar? ¿Ves si traen armas? お前らクズどもを止めるために人と金を割きたくなかったんだろう。だから注目を。ターゲットを確認しろ。民間人がたくさんいる。それには劇的な展開が必要だった。どんな舞台でも誰かが死ななきゃ注目してもらえない。敵を捕捉したが、近くに民間人がいる。